北陸新幹線は、上新越、北陸地方を経由して、東京都と大阪市とを結ぶ、計画の高速鉄道路線であり、整備新幹線5路線の一つである。2015年3月14日時点で、高崎駅金沢駅間が開業している。また、高崎駅伊東については、全定期列車が、上越新幹線及び、東北新幹線の一部区間を経由して、 東京駅まで乗り入れている。北陸新幹線は1972年に全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による建設を開始すべき、新幹線鉄道の路線を定める基本計画により公示され、1973年11月13日に整備計画が決定された5路線の路線の一つである。国鉄の財政悪化により建設が一時、 凍結されたが、1989年に高崎駅軽井沢駅間で着工され、1997年10月に高崎駅長野駅間が整備新幹線としては初めて開業した。長野金沢間は一部区間がスーパート急キュ方式で着工された後、全区間がフル規格化され、2015年3月に長野駅金沢駅間が開業した。鉄道建設。 運輸施設整備支援機構が、鉄道施設を建設、保有し、高崎駅上越明光駅間は、東日本旅客鉄道、上越明光駅金沢駅間は、西日本旅客鉄道により運営されている。JR 東日本、JR 西日本の施設管理協会は、上越明光駅の金沢方、高崎起点 177km950m 地点である。 1997年開業時点では長野駅が終点であり2015年の延伸まで北陸新幹線は北陸地方に達していなかったことから旅客向けの故障が変遷している。同一名称の新幹線の路線が複数の鉄道会社によって管轄運行されるのは北陸新幹線が初めてであり現在でも唯一である。また、 JR 西日本では北陸新幹線とは別に山陽新幹線も運営しているが一つの鉄道事業者が運営する新幹線の路線が直接つながっていない事例も初めてである。北陸新幹線は整備新幹線として初めて着工され電源周波数が異なる地域や山岳地帯、豪雪地域を経由する路線でありながら工事費を抑えるために 様々な新技術が用いられている。金沢駅、鶴ヶ駅間は2012年に着工され、2022年度末に開業する予定である。しかし、2020年11月になって、国土交通省は工事の遅れから1年半程度の開業延期が必要と、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの会合で報告しており、工期短縮とコスト縮減について、 改めて検討されている。なお、未着工区間である、鶴ヶ駅から新大阪駅間については、2019年5月に、環境アセスメントのための外略ルートが、公表されている。着工区間、編集未着工区間、編集、安中春名駅、上田駅間の通過線のない各駅と、飯山駅西の各駅については開業当初より、 ホーム上に可動式安全柵が設置されており、2017年には軽井沢駅についても通過列車が存在する2.3番線に設置工事が行われている。上越新幹線との共用区間上の高崎駅、本庄和世田駅、熊谷駅には通過線がある。高崎駅は下り方に上越新幹線上り線と 北陸新幹線上り線が別線で入線している1997年の高崎駅長野駅間開業時点では旅客向けには長野新幹線と案内され速達タイプも各駅タイプもすべて浅間としての運行であった2015年の長野駅金沢駅間の開業にあたり首都圏と富山石川エリアを短時間で結ぶ速達タイプの輝き主に 長野駅等の主要駅と長野伊勢の各駅間の利便性確保を目的とした停車タイプの白鷹、富山駅金沢駅間、シャトルタイプの剣、東京駅長野駅間運転タイプの浅間の4種類になった。原則としてすべての列車が E7 系、W7 系を使用する。輝き、編集、輝きは2015年3月14日に設定された。 東京駅金沢駅間で運行される最速立つタイプの列車。全車指定席。途中停車駅は上野駅、大宮駅、長野駅、富山駅である。朝と夜を中心におおむね毎時1本の割合で運行されており、所要時間は最速立つ列車で、東京駅富山駅間が2時間8分、東京駅金沢駅間が2時間28分である。白高、編集。 白高は2015年3月14日に設定された東京駅長野駅金沢駅間で運行される停車タイプの列車。東京駅長野駅間では輝きに次ぐ速達列車の位置づけではあるが長野駅金沢駅間では基本的に各駅に停車する。おおむね毎時1本の割合で運行されている。剣編集剣は2015年3月14日に 設定された、富山駅、金沢駅間で運行される列車。それまで運行されていた名古屋、大阪、福井方面から、富山方面に直通運転していた、在来線特急、白鷺サンダーバードの運転区間が、新幹線開業に伴い、金沢駅までに短縮されたため、その代替として設定された、富山、金沢両都市間のシャトル列車としての役割を担っている。 12両編成だが、グランクラスを含む4両9.1012号車は、締め切り扱いで乗車できない。浅間、編集、ア間は、1997年10月1日に運行開始した、東京駅長野駅間で運行される列車。長野までの開業時点では、速達、各駅タイプを問わず全ての列車が、浅間として運行されていたが、 2015年の金沢延伸以降は長野駅までの各駅停車タイプとしての役割が大きくなっている。2016年3月26日から現在までの基本的な日中ダイヤパターンである。以下に示す時刻、運転区間などは昼間時間帯の平均的なパターンで、早朝、深夜は若干異なる。列車番号は輝きが3000号数い それ以外の定期列車が基本的に号数 E、臨時列車が8000、9 0 0 0数 E である。2015年3月14日から2016年3月25日まで長野新幹線時代の2005年から JR 東日本管内の新幹線路線に先駆けて全面禁煙化に踏み切っている。金沢延伸後も喫煙車の設定はなく、喫煙スペースを設けた車両も存在しない。 営業車両、編集事業用車両、編集、長野新幹線車両も参照運賃は営業キロに基づいて算出する。東京駅高崎駅間の営業キロは、並行する東北本線、高崎線と同一となっている。高崎駅異性については、並行する JR の路線が存在しないため、10キロが用いられている。特急料金は、三角表と称するものにより、 各駅間個別に定められている一方、この各駅間の特急料金は当該区間の営業機能に基づいて算出されたものである。基本的には他の新幹線と同様であるが、会社間をまたぐ場合に定額を加算している。JR 西日本が中日新聞の取材に答えたところによると、2社での共同運行になるため運賃システムの改修が必要になり、 九州新幹線など既存の新幹線と比べ早い時期の認可申請になったという新聞1。2019年10月1日改定の営業記録に対応する特急料金及びその他の特定の区間の特急料金は以下の通り。北陸新幹線は全区間 JR 東日本の駅ネット JR 西日本の E5489 で予約した。 乗車券と特急券の受け取りが可能である。なお、JR 西日本も山陽新幹線において導入しているエクスプレス予約については、北陸新幹線では JR 西日本管内の区間も含め対象外となっている。東京駅長野駅間は JR 東日本長野総合運行区、長野駅金沢駅間は JR 西日本金沢新幹線列車区の 運転要員がそれぞれ担当しており、管轄協会駅である上越明光駅ではなく、長野駅で JR 東日本と JR 西日本の乗務員が交代する新聞3。これは、上越明光駅に輝きが停車しないため、JR 東日本と JR 西日本の両者が乗務員を効率的に運用できるよう、あえて輝き、 白鷹の全列車が停車する長野駅を交代駅と定めたものである新聞3。そのため長野駅上越明光駅間は新幹線唯一の他社乗務員による運転区間となる。車内販売並びにグランクラスアテンダントは JR 東日本サービスクリエーション金沢列車営業支店及び東京列車営業支店が担当しており東京駅金沢駅間は投資乗務となる。 ただし、剣のグランクラス及び車内販売は、非営業。浅間や長野駅、金沢駅間の、白鷹は、グランクラスが、シートのみの営業となっており、車内販売は、非営業である。2019年5月1日以降は、輝き、白鷹ともに、臨時列車での車内販売を終了する。報道1。同年7月1日以降は、ホットコーヒーや弁当、軽食類、 デザート類、土産類、雑貨類の販売を終了して、ソフトドリンク類、菓子類、アルコール類、つまみ類のみの販売となる。報道2。北陸新幹線沿線の商用電源周波数は、群馬県内は 50Hz、長野県内は 60Hz、新潟県内は 50Hz、富山、石川県内は 60Hz となっている。営業中の新幹線路線で一周波数接続が、 存在する路線は、北陸新幹線が唯一である。異なる、周波数の電流が、コンブレすると大電流が流れる恐れがあるため、電気的な絶縁を保ちつつ、変電所間での電源系統の切り替えを行うために、新軽井沢起電区文書、新高台 SP、新井戸井川 SP に、周波数切り替えセクションが設けられている。列車の通過に連動して、 自動的に起電を切り替えるため、新幹線車両はこれらのセクションを立行したまま、通過できる。高崎駅軽井沢駅から新軽井沢 SP 間が、50ヘルツ、新軽井沢 SP 作久平駅、上越明高駅から新高台 SP 間が60ヘルツ、新高台 SP 糸井川駅から新糸井川、SP 間が50ヘルツ、新糸井川 SP 黒部うなずき温泉駅、 金沢駅白山総合車両所管が6 0ルツとなっている。また、新幹線の保安装置である ATC では、一周波数電源が付き合わされる SP 付近において、一周波妨害が起こる。そのため1997年の長野開業時には、一周波妨害対策法を開発することで5 0ルツと6 0ルツの両周波数に対応し、当時東北。 上越新幹線で用いられていたアナログ ATC と互換性を持つアナログ ATC が導入された。その後東北上越新幹線で導入が進められたデジタル ATC は電源周波数が 50Hz 用であったため、金沢開業前に新たに 60Hz 対応の DSATC が開発され、北陸新幹線に導入された。なお、新潟県内の 50Hz 起電を担う 新上越変電所の異常時には、隣接する変電所からの救済起電により、新高台 SS 新糸井川 SS 間を 60Hz 起電に切り替えることが可能である。そのため、この区間では 50Hz と 60Hz の両対応の ATC 装置や電気設備が設けられており、周波数に応じて切り替える構成になっている。北陸新幹線の経由する上新越。 北陸地方は日本でも有数の豪雪地帯であり、冬季においても安定輸送を維持するための対策が施されている。JR 東日本管内ではスプリンクラーによる散水小説方式が採用されている。飯山エリアでは東北新幹線で実績があり、厳冬季に早期散水が可能となるようあらかじめ送水本、管内に温水を循環させておく循環方式を採用している。 一方、上越エリアでは、上越新幹線で実績があり、散水終了後に総水本管内の水抜きを行う、ことで凍結を防止する、水抜き方式を採用している。また、新規導入設備として、トンネル干渉口端部より5メートル幅で散水する、トンネル設備散水や、下り線側の保守用車路への散水小雪設備が導入された。JR 西日本管内では、 沿線に水源を確保できる場合はスプリンクラーによる散水小説を採用し、困難な場合には高架橋の軌道下の路盤コンクリートを高くし、線路の両脇に雪を貯める貯雪方式を採用している。比較的降雪量の多い区間では、高架橋内の降雪を減らすための雪多いを設けた、反、節腹式貯雪型高架橋が採用されている。 ちょゆ可能な量を超える積雪が予想される糸井川、富山間の黒部地区では、夜間にロータリーモーターカーで雪を、高架下に投下できる、速報回床式貯雪型高架橋が採用されている。しかし、道路などがあり高架下への投雪が困難な区間では、高架橋を拡幅して、貯雪量を増やした平床式貯雪型高架橋を、拡幅も困難な場合は、 高架橋のケーブルダクト上に加温した不凍液を循環させる温水パネルを設置して融雪するなど周辺環境に合わせた対策を行っている。また、トンネル間の短い明かり区間にはスノーシェルターを設けることで高架橋への積雪を防止している。飯山駅金沢駅間では雪害対策のためホーム全体が屋根で覆われている。1975年から国鉄において 地震波の P 波から地震の規模や位置を推定するアルゴリズムの研究が行われ、世界初の P 波警報システムであるユレダスの開発が進められた。ユレダスは1992年に東海道新幹線で導入が開始され、1998年には北陸新幹線の高崎駅長野駅間においても導入された。ユレダス導入によって P 波及び S 波の2種類の 警報判定が可能になり、S 波到達より早く新幹線の停止信号を送ることが可能になった。その後、最新の観測技術や高速ネットワークに対応し、早期探知アルゴリズムを改良した早期地震防災システムが開発された。2004年に発生した新潟県中越地震による上越新幹線脱線事故を受けて、新幹線車両が地震などにより脱線した場合でも、 車両がレールから大きく逸脱することを防止する車両逸脱防止 L 型ガイドを開発し2008年度上期までにすべての新幹線車両に設置を完了したさらにレールの転倒や大幅な移動を防ぎ L 型車両ガイドが有効に機能するようスラブ軌道用やバラスト軌道用などのレール転倒防止装置を開発し不設工事が進められている 1965年9月26日、金沢市の石川県体育館で、1日内閣が開催された。これは、後年に言うタウンミーティングのようなもので、現職閣僚が地方へ出向いて、実情を聞く公聴会であった。当時内閣総理大臣を務めていた佐藤栄作も出席した、この公聴会において、富山県代表の公述人である岩川武氏は、 政府に対して東京を起点とし松本、立山連邦を貫通して、富山、金沢を経由して、大阪に至る北陸新幹線の建設を求めた。この提案に、鉄道官僚出身の佐藤も興味を示した。1日内閣での新幹線構想の発表により、北陸地方では新幹線誘致の機運が高まっていった。 1967年7月には北陸三県商工会議所回答会議において北陸新幹線の実現を目指すことが決議された。その後、同年12月8日に北回り新幹線建設促進同盟会が発足した。これは北陸地方の活性化と将来ひっ迫する東海道新幹線の代替交通機関を目的としていた。 1969年5月30日に新全国総合開発計画が閣議決定された。この中で主要開発事業の構想として北陸地方を首都圏及び近畿圏と結ぶ北回り新幹線鉄道の建設を進めるとともにと現在の北陸新幹線に相当する新幹線鉄道の建設構想が盛り込まれた。1970年に 全国新幹線鉄道整備法が交付された。この法律により、逼迫する幹線の輸送力増強を目的とした東海道、山陽新幹線とは異なり、経済発展や地域の振興を目的とした新幹線の建設が行われるようになった。1972年6月29日に基本計画が決定、7月3日に全館法第5条第1項の規定による、 建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画により北海道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線の3路線の基本計画が告示された。この基本計画において北陸新幹線は東京都を起点に長野市付近富山市付近を主要な経過地として大阪市を終点とすることが示された。整備計画決定を受けて 北回り新幹線建設促進同盟会は1972年7月に北陸新幹線建設促進同盟会と解消した。翌年の1973年11月13日には前述の3路線に加え東北新幹線、九州新幹線を含む5路線の整備計画が決定された。北陸新幹線は主要な経過地として長野市付近、富山市付近、 小浜市付近が示され、その他、東京都、高崎市間は、上越新幹線を共用する。とされ、建設主体は、日本鉄道建設公団とされた。高崎長野間のルートでは、高崎長野間を、ほぼ最短距離で結ぶ、鳥峠経由の、長野原ルートと新越本線に沿って結ぶ、新越本線沿いルートが考案された。その後の地質調査の結果、 長野原ルートでは活火山である草津白根山に長大トンネルを建設する必要があり、施行はほとんど不可能であるとされた。そのため、距離は長くなるが沿線人口や利用客の多い新越本線沿いルートが採用された。高崎軽井沢間の標高差は約840メートルあり、新越本線は横川駅軽井沢駅間に存在する。 薄い峠を66.7パーミルの勾配で通過していた。当時の新幹線企画であった12パーミル勾配で建設するためには延長70キロメートルの路線を建設して峠を大きく迂回しなければならず、公費や所要時間の拡大につながる。そこで、講談は高崎から左に進み、松井大気上空を橋で通過し、物見山の下をトンネルで抜け、 作方面に抜ける南回りのルート案を検討したが、当時年間80万人もの観光客を有する軽井沢駅を経由しないため、運営主体となる国鉄から難色を示された。その後、高崎駅を出て、すぐ登り始めて30パーミルの勾配で、軽井沢へ向かい、中間に途中駅を設けられる、要 1km 程度の水平部分を設けるルートが検討された。その後、 高段や国鉄内部で車両工学の面からも検討が重ねられた後、1984年3月20日に北陸新幹線高崎長野間のルートを公表し、環境影響評価を開始した。長野と山間については途中の経由地が明示されず、国鉄は1975年頃に北アルプスの直下をトンネルで貫通する短距離ルートの建設も検討したが、 火山地域のため高熱となる岩盤や最大2000メートルに達する土かぶりで生じる大量の湧水や山あねに耐えながら全長約70キロメートルに及ぶ長々大トンネルを建設するのは困難として新越本線や北陸本線に沿って新潟県上越市などを経由する従来のルートでの建設が決定された JRTT1 国鉄の経営悪化などを背景に1982年9月の臨時行政調査会の基本答申に沿って北陸新幹線を含む整備新幹線計画を当面見合わせる閣議決定がなされた。1985年12月に高崎小松間の認可申請が行われた国鉄改革や行財政改革の進展。 沿線地域の建設促進への強い要望などを背景に、1987年1月に、整備新幹線建設の凍結解除が、閣議決定され、北陸新幹線の建設に、道が開かれた。しかし、建設費を削減するため、いわゆる、運輸省案が考案され、北陸区間については、以下のような案が検討された。上野長野間では、高崎軽井沢間に、 標準機新線を建設し、軽井沢長野間に狂気に加え標準機を導入する新幹線直通線化をすることで、上野長野間でミニ新幹線車両による直通運転を行い、所要時間を2時間44分から1時間52分に短縮するとした。上野富山、金沢間は東京の他に大阪や新潟との旅客流動も大きいことから、 糸井川、魚間及び高岡、金沢間に新幹線と同じ規格の新線を建設するが当面、凶器を付設して、北陸本線と直通運転を行う、新幹線鉄道規格新線による整備を行うと、された。また、越後湯沢駅で上越新幹線と接続し、当時建設中であった北越北線を高速化し、これを経由して、富山、 金沢までを最高速度時速 160km で結ぶスーパー特急を運行するとされた。これにより上野東山間は3時間26分から2時間48分に、上野金沢間は4時間10分から3時間17分に短縮されるとした。1988年8月31日の整備新幹線の取扱いについてにおいて、 整備新幹線着工優先順位が示され、1として、北陸新幹線、高崎軽井沢間の標準期新線、なお軽井沢長野間の取り扱いは1998年冬季五輪の開催地決定を考慮して3年以内に結論を出す。1として、高岡金沢間の新幹線企画新線、2として、東北新幹線、3として、九州新幹線、4として、 糸魚川魚津間の新幹線企画申請とされた。1989年1月17日の政府、与党申し合わせにおいて、整備新幹線の建設主体などなどが示された。整備新幹線の事業費は JR、国、沿線の地方自治体の負担とすること。建設主体は、日本鉄道建設公団とし、建設した鉄道施設を公団が JR に、 優勝で貸し付けること。北陸新幹線、高崎軽井沢間を平成元年度から本格的に着工すること。合わせて、南高寺推進事業として3トンネルについても平成元年度中に着手すること。並行在来線である新越本線横川駅軽井沢間については、適切な代替交通手段を検討し、その導入を図った上で開業時に廃止することとし、 そのために関係者間で協議するとされた。長野行新幹線表記が残っていた高崎駅新幹線ホーム高崎長野間で運行されていた E2 系。1989年1月17日の申し入れを受けて、公団は1985年12月25日に認可申請した北陸新幹線高崎小松間の工事実施計画を高崎軽井沢間と 軽井沢小松間に分割し、1989年6月23日に高崎軽井沢間の追加申請を行い、6月28日に高崎軽井沢間 41.2km の工事実施計画が認可された。その後、8月2日に軽井沢駅構内で非公式が行われた。運輸省案では軽井沢長野間について、 新越本線を新幹線直通線化する方式で整備するとしていた。そのため、首都圏と直通する列車の廃止や並行在来線問題を回避できるとして、新越本線沿線で北陸新幹線の駅設置計画がない長野県内の小室市や三与田町はミニ新幹線の早期着工を主張した。しかし、 1990年の整備新幹線着工等についての政府、与党申し合わせにおいて、北陸新幹線、軽井沢長野間については、必要な調整を行った上で、標準基新線で平成3年度において、所定の認可等の手続きを経て、その建設に着工すること。建設着工する区間の並行在来線は、開業時に JR の経営から分離することを認可前に、 確認することが示された。その後、県による説得が行われ、三代田町が第3セクター化を受け入れ、1991年6月には小諸市も同意した。これにより軽井沢長野間においても、標準期新鮮着工認可の条件が整った。なお、6月11日には、長野市が1998年のオリンピックパラリンピック開催地に決定している。 同年8月22日に、軽井沢長野間 53.6km の工事、実施計画が認可され、9月17日に起工式が行われた。佐久市と小室市は、佐久駅の駅名をめぐっても対立した。詳細は、佐久平駅を参照。1997年10月1日に、高崎駅長野駅間が開業した。これにより、 東京駅長野駅間の所要時間は最短で1時間19分となった。しかし長野開業時点では東京から富山、金沢へは越後湯沢駅で上越新幹線から北北線経由の在来線特急白鷹を乗り継ぐルートが最速ルートであった。このため JR 東日本は東京から北陸方面への旅客の故乗車を防ぐため案内名称として 長野行新幹線を用いていた。また、北陸新幹線開業に備え、東京駅の JR 東日本の新幹線ホームが一面二線から二面四線に増設された。厳しい財政状況の中で建設が開始されたことから、建設費縮減のため様々な新技術が導入された。前日の通り、勾配の上限を30パーミルに高めることで、路線延長を 約 20km 短縮し、建設費を約1、0円圧縮することが可能となった。また、高崎起点約 3.3km の上越新幹線との分岐点では、国内最速の分岐器である38番分岐器を導入し、時速 160km で分岐器側の通過を可能にした。これにより、上越新幹線の軌道をできるだけ長い区間、共用することで、 下り線の高架橋約 2.2km を新設せずに済んだ。このほか、橋梁においては新幹線初の PC シャり橋、河川においては従来新幹線で用いられていたヘビーコンパウント河川に比べ経済的で輸送量に見合った高速シンプル河川が初めて採用された。2014年度末に新規開業をする長野駅、金沢駅間は保安装置が デジタル ATC であることから2013年11月9日夜から10日早朝にかけて高崎駅長野新幹線運転所までの区間の保安装置が従来のアナログ ATC からデジタル ATC に切り替えられた。これにより JR 東日本の新幹線の全区間がデジタル ATC 化された。この ATC 更新により2014年3月15日の ダイヤ改正から東京駅長野駅間で平均して下りで2分、上りで4分所要時間が短縮された。スーパート急キュ方式による暫定整備計画。編集1989年6月に南工事推進事業として富山、石川県境にまたがる下越トンネルの着工が認可された。1992年に新幹線直通線や 新幹線鉄道規格新線による暫定整備計画を決定できる要全館法が改正された。北陸新幹線では運輸省案に基づき2区間でスーパー特急方式による暫定整備計画が認可され着工された。1988年の整備新幹線の取り扱いについてにおいて高崎軽井沢間と並んで 着工優先順位1位であった高岡金沢間は、富山県内の自治体が、並行在来線の経営分離に反対したため、ルートを変更した上で、着工区間を、イスルギ金沢間に短縮した。イスルギ金沢間は、北陸本線で、イスルギ駅西方約 1km の、西イスルギ信号所で分岐し、在来線駅に併設して、金沢駅を設置し、 金沢駅の西方約1キロメートルで北陸本線に合流する計画であった。1992年7月29日に小矢部市金沢市間の暫定整備計画が決定。8月6日にイスルギ金沢間2 5 0キロメートルの工事実施計画が認可され、8月27日に非公式が行われた。その際、下越トンネルはルート変更により不要となり、 すでに投入された建設費8億円は、富山県が負担することになった。イスルギ金沢間においては2007年度末までに、富山、石川県境から金沢駅までの土木工事が、ほぼ完成した。1988年の整備新幹線の取り扱いについてにおいて、着工優先順位4位であった糸井川魚津間は、北陸本線糸井川駅西方4キロメートルの、 西糸井川信号所で分岐し、新設するシンクロ部駅を経て、魚津駅手前の東魚津信号所で、北陸本線に合流する計画であった。1994年9月13日に、糸井川市魚津市間の暫定整備計画が決定、9月22日に、糸井川魚津間 40.5km の工事、実施計画が認可され、10月13日に起工式が行われた。 新規着工拡大と全区間フル企画化、編集東京と北陸を結ぶルートの変遷。北北線開業前は、東海道新幹線舞原駅乗り換えのきらめきルートと、上越新幹線長岡駅乗り換えの輝きルートがあったが、北北線開業により、金沢伊東では、上越新幹線越後湯沢駅乗り換えの白鷹ルートが使われるようになった。 北陸新幹線が金沢駅まで延伸開業した後は、阿わら温泉伊東では、北陸新幹線が最速ルートとなった。1996年12月25日の整備新幹線の取扱いについて、政府与党合意では、北陸新幹線の新規着工区間として、長野上越間の標準基信線が示された国交省1、平成8年の合意に基づいて、 1998年1月に政府与党整備新幹線検討委員会における検討結果が公表され、従来の整備新幹線計画が維持されていることを確認した上で新規着工区間の優先順位が示され、東北新幹線八戸から新青森間、九州新幹線線小屋から新八代間、北陸新幹線長野上越間とされた行動3、 同年3月には、長野上越間、約 60km の工事実施計画が認可された。2000年12月18日の整備新幹線の取り扱いについて、政府、与党申し合わせにおいて、北陸新幹線の長野と山間について、古かし、今後おおむね12年後強の完成を目指すとされた。今回着工しない区間ついてはについては、東北新幹線、 九州新幹線の開業後に見直しを行うとされた。このうち、富山金沢館は、3、の見直しの際、伊スル金沢館を、すでに着工していることを踏まえて、認可に向けた検討を行う金沢南越館は、福井駅武器の高度化事業を行うとされた、国交省に。2001年4月には、上越糸魚川館、魚津富山館の新規着工を含む上越。 と山間全区間がフル規格で着工された。2003年10月1日に鉄道建設運輸施設整備支援機構が設立され、日本鉄道建設公団は解散した。これにより、北陸新幹線の建設、貸付業務は機構に引き継がれた。2004年12月16日の整備新幹線の取扱いについて、政府、与党申し合わせにおいて、 北陸新幹線の長野駅金沢車両基地間については、フル規格で整備するものとし、富山愛する議官、金沢金沢車両基地間については、平成17年度当初に着工し、長野金沢車両基地間で一体的に、平成26年度末の完成を目指すとされた。この申し合わせに基づき、2006年4月27日に、富山金沢間の全区間が、 フル規格で認可され、6月26日に起工式が行われた。これにより富山いする間、約 35km と、金沢白山総合車両基地間、約 9km が新規着工、いする金沢間、約 25km が、フル規格化されることになった。2006年4月14日に起認各間である、長野上越間、上越富山間、 富山金沢間を変更して、長野金沢間の一体的な完成を目指す工事、実施計画の変更認可申請が行われ、同月28日に認可された。2015年3月15日に、長野駅金沢駅間が開業し、金沢駅白山総合車両所間の線路も、改装線として運用が開始された。これにより、東京富山、金沢間の鉄道での最速ルートは、 北陸新幹線となり、所要時間は最短で東京駅と山駅間が2時間8分、東京駅金沢駅間が2時間28分となった。旅客向けの案内は北陸新幹線に統一されたが、JR 東日本管轄区間においては一部で北陸新幹線と案内される場合がある。新潟県の費用負担問題。 編集北陸新幹線の整備費用のうち、新潟県の負担分について、国と新潟県との間で一時対立が生じていた。2009年2月12日、新潟県の伊豆田博彦知事は、国土交通省から資材価格高騰などを理由に220億円の建設費追加負担を求められたことに対して、突然増額を求められても対応は難しいとして、 算出根拠について納得できる説明があるまでは、増額分の負担に応じない姿勢を表明した。同年12月25日、伊豆田知事は、前原政治国土交通大臣と話し合い、県と国の信頼関係が再構築されたとして2009年度分、負担金残額計104億円を支払うと表明した、新聞4、新聞5。新潟県は2009年11月6日に、 国地方係争処理委員会へ計画の認可について審査を要求し委員会は同年12月25日却下報道4新潟県は却下に対して規定の30日内の2010年1月27日までに東京高裁に提訴せず国との協議は続行されることとなった新聞6新聞7しかし新潟県は 協議が進展しないことを理由に2011年度、当初予算案に建設負担金を盛り込まなかった新聞8。2010年9月13日、JR が国側へ支払う貸付料には、並行在来線の赤字解消分が含まれるとして、新潟県が行った北陸新幹線貸付料に、関する情報開示請求に対して一部開示の決定がなされた。これを受けて同県は、 同県区間の並行在来線の赤字解消相当額は30年で780億円を超えるとの試算を発表した。なお、新潟県及び伊豆田知事の対応には大阪府の橋本徹知事は北陸新幹線自体には賛成ではあるが直轄事業負担金の観点からこの対応に強い支持を表明した一方、新幹線未開業の富山、 石川両県を人質に取るような手法であることから、石川県の谷本正則知事からは、強い不快感が表明された、新聞級。しかし2012年2月17日、新潟県の伊豆田知事は、前田武史国土交通大臣と会談し、新幹線開業に伴う並行在来線の、第三セクター運営において、国内有数の豪雪地域である新越及び越中、 越後国境での鉄道運営に関する赤字、相当額として県が試算していた30年間で780億円という金額を国が追加支援をすること等を条件にこれまで県として支払いを拒否していた地方負担分を支出することに合意した。これにより北陸新幹線の建設は予定通り2014年度末までの開業計画に遅れることがなくなった。 新聞10。2004年12月16日の整備新幹線の取扱いについて、政府、与党申し合わせにおいて、北陸新幹線の金沢車両基地南越間では、福井駅部について越前鉄道の高架化と一体的に工事を行うため、平成17年度当初に着工し、平成20年度末の完成を目指すとされた。 南越鶴ヶ館については直ちに工事実施計画の認可申請を行うとされた国交省さん。この申し合わせに基づき、2006年4月27日に福井駅部の工事実施計画が認可され、6月26日に非公式が行われた。また、同年12月には南越鶴ヶ館の工事実施計画の認可申請が行われた行動後、 福井駅部は高崎起点 421km405m に位置し、北陸本線の東側に高架橋を設置する延長 800m の区間であり、2009年2月に高架橋が完成した。その後、福井駅部の高架橋は2015年9月27日から新聞112018年6月24日に越前鉄道単独の高架完成までの 間越前鉄道の福井駅福井口駅間の仮線仮駅舎として使用されていた。2011年12月26日の整備新幹線の取扱いについて政府与党確認事項において北陸新幹線は長野駅白山総合車両基地間の平成26年度末の開業及び新たな着工区間として白山総合車両基地鶴ヶ駅間について 営業主体である JR 西日本の同意と並行在来線の経営分離に関する沿線自治体の同意を条件に長野白山総合車両基地の開業からおおむね10年後強を想定完成開業時期とする方針を示した行動6翌2012年6月に北陸新幹線金沢駅鶴ヶ駅間が認可着工された2015年1月14日の 整備新幹線の取扱いについての中で、整備新幹線の開業前倒しを図る方針が示された。北陸新幹線においては、金沢福井鶴ヶ間の完成、開業時期を平成37年度から3年前倒しし、平成34年度末の完成、開業を目指すとされた。また、在来線との乗り換え利便性、金沢鶴ヶ間には、 フリーゲージトレインを導入することが予定されているが、フル規格を前提とする整備計画に影響を与えるものではないことも示された報道7。その後、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの検討委員会において、福井駅及び敦賀駅の乗り換え利便性向上設備の追加が決定された。福井駅の新幹線ホームは一面二線と狭いことから、 乗り換え利便性向上のため、ホーム開口部を3カ所設置することや、中2階に在来線との連絡通路を設置すること、ホーム柵の位置を変更して、ホーム幅を拡張する計画となった。また、2020年度の福井線公開業も計画していたが2017年3月11日に、与党 PT により断念している、新聞12、鶴ヶ駅では大阪、 前原方面の在来線特急との乗り継ぎ時間短縮などを目的に新幹線駅舎の1階に在来線を引き込み上下で乗り換えできるように計画が見直された。2017年10月には工事完了を平成34年度に前倒しすることや福井駅、鶴ヶ駅の乗り換え利便性向上施設などを追加した工事実施計画が認可された行動8。しかし、 2020年11月になって、国土交通省は工事の遅れから1年半程度の開業延期が必要と、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの会合で報告しており、後期短縮とコスト縮減について改めて検討されている。建設コストの削減や河川環境への影響低減を目的に、くずり川にかかる北陸新幹線くずり川橋梁と福井県道、 新くずり橋の一体的整備が進められており、完成すれば、新幹線では、初の鉄道道路一体橋となる。橋梁下部港を鉄道と道路で一体構造にする、ことで、約2.5億円のコスト削減が見込まれる。くずり川流域への環境問題において、前日のくずり川橋梁建設地付近には、国指定の天然記念物である荒れがこの生息地が存在する。 これらの生物は、遡上能力が高くないため、環境変化の影響を受けやすい。そのため、川の流れを変えるせがえをしない、間隔を広く取った仮橋、仮設高大を設けて施行している。2019年5月11日には、くず川橋梁の架橋工事が完了している。新聞13。鶴ヶ市内に建設予定の宮山トンネル付近には、新幹線建設の認可後、 国際的な湿地保護条約であるラムサール条約に登録された中、池見湿地が存在している。そのため、専門家による検討委員会が開催され、中池見湿地付近の宮間トンネルと広告部及びその前後のルートを東側へずらすルート変更が行われ、認可された。2019年3月には工事費の増額に伴う工事実施計画の変更が認可され、工事費は 現任科学の1兆1、858億円から百263億円の増加となる1兆4、121億円となった報道9。2019年4月には、金沢駅、鶴ヶ駅間に新設される6駅の駅デザイン等が公表された。各駅ともホームは12両編成対応の312メートルであり、小松駅とあわら温泉駅が2面2線。 加賀温泉駅と南越駅が2面2線、通過線、福井駅が1面2線、鶴ヶ駅が2面4線となる計画である j r t t に、フリーゲージトレイン導入計画と断念、編集金沢駅異性については、フリーゲージトレインによる在来線乗り入れとする案が検討されてきた。これは、金沢駅鶴ヶ駅開業後、在来線である古西線に乗り入れて京都駅経由で、 大阪へ至るというもので、鶴ヶ駅西の建設の見通しが立たないことにより、2012年2月に国土交通省が提案したものであった。新聞14。FGT が導入されると、北陸本線、東海道本線経由で、前原、名古屋方面への直通も可能になるというメリットもあった。新聞15。金沢鶴ヶ間の着工に向けた資産では、 金沢鶴ヶ間のフル規格整備に加えて、富山大阪間に、機関可変電車の導入した場合についても、想定されていた。2013年6月から、FGT のプロジェクトチームを拡大して、開発を本格化するとした、新聞16。JR 西日本もこの案を前向きに検討し、同社は2014年9月、鶴ヶ市において、模擬台車による、機関変換試験を、 同年10月から開始すること、また、北陸ルートに対応した FGT 試験車の設計、製作にも取り掛かり、2016年度から試験車両による試験を始めることを表明していた。報道10。しかし、FGT は開発途上で技術的な課題があるとともに、仮に実現しても在来線では、従来の特急列車と同じ速度でしか運転できない。新聞17。 通常の新幹線より重くなることにより、線路の保守費用が膨らみ、車両の製造費が高くなる、新聞18というデメリットが指摘された。さらに、金沢鶴ヶ間の開業が当初予定の2025年度から2022年度に3年、繰り上げられたことで、JR 西日本は開業が前倒しされた場合には、導入が間に合わないとの見解を示した、新聞19。なお、 2012年5月には、沿線の富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪の各府県と関西広域連合、JR 西日本は FGT 導入について、新幹線の大阪延伸までの暫定措置として認めるとの申し入れを国土交通省に言っているが、新聞20、福井県の市民団体は、高価な FGT 車両の導入により、 駿河がいのフル規格での整備が進まなくなる料金が割高になるとして導入を見送るように県に対して申し入れを行っている新聞21また2017年6月17日の定期会見で福井県知事は九州新幹線での FGT 導入見送りを受けて在来線特急の調整を行う都合から採用の結論を求めている新聞22一方で 同年6月20日には JR 西日本の定期記者会見においては技術的な問題が解決するまで動向を注視するとして FGT 導入について明言を避けていたが新聞232018年8月24日の政府与党と JR 西日本の会合で技術的課題があり開発が難航しているとの理由により導入を断念せざるを得なくなった 新聞24、長野県千曲市、編集長野県千曲市が、長野駅、上田駅間に、新駅、新千曲駅を誘致する運動を行っていた。在来線特急、浅間の内毎日約半数が、八代駅に、また、徳良駅には、ほぼ全便が停車していたが、八代駅が所在する旧公職市は、市に、 特急列車の停車がなくなることの代替措置として、長野新幹線計画段階から新幹線新駅誘致を構想。宮坂博都市、公職市長はこれを推進する方針を取り、1992年3月、旧公職市の対策委員会が、鉄拳公団との設計協議で、公職市内への駅の設置追加を要望するも、当初計画に基づき長野オリンピックまでに、 開業させることを最優先とするとの理由から棚上げとなった。建設工事中の1996年7月には、公職市、徳良町、上山田町田の陳情を長野県議会が採択。1997年5月には、須坂市など近隣自治体も加わった、北陸新幹線公職駅誘致規制同盟会が結成された。 1997年10月の長野駅までの先行開業2003年の公職市、徳良町、上山田町合併による千曲市発足を経て2007年9月、宮坂市長の後を受けて新駅誘致事項を公約した近藤誠一郎、旧公職姉前助役が千曲市長に当選した。市は新駅について五輪が峰トンネル、長野駅か田出口から、 長野自動車道公職インターチェンジ付近までの明かり部の区間内への設置を予定していた。当初規制同盟会は観光需要などの観点から長野県立歴史館及び森将軍塚古墳、茅野里歴史公園房の氷が峰トンネル、長野駅片出口付近を想定していたが、同市長はパークライド式利用を見込んで新駅を公職インターチェンジに接続させる案を示した。 さらにいわゆる、西岸駅として、金沢駅延伸開業までに建設する構想を、定期、2009年6月、市の施政方針として示した。2011年9月の市長選挙においては、新駅構想が選挙の争点となる情勢であった。ものの、新駅誘致構想推進を公約した、近藤市長に対して反対派からは立候補者がなく、同市長が無投票で再選となった。 近藤市長は引き続き新疫誘致構想を進めたが、2012年9月、病気により退任。同年11月の市長選挙において、改めて新疫構想が争点となり、推進派候補2名、反対派候補1名が立候補した。選挙戦において反対派候補への支持は低迷、推進派候補2名の争いとなり、岡田昭夫、全選挙区資産与が新市長に当選した。 この結果、新駅誘致推進指示の民意が確認された。2015年3月の金沢駅延伸開業までには間に合わない見通しとなったものの、2013年1月には、北陸新幹線新駅誘致規制同盟会が設立され、対策協議会など他の団体も活動を開始。2014年12月には、安倍森和長野県知事が新駅誘致推進指示を表明した。 2015年7月には、千曲市、同市議会ほかによる、北陸新幹線新駅設置早期実現を求める、新庄を長野県議会が採択、選挙区市への新駅設置構想は事実上、長野県の方針ともなった。島の鉄道線との接続については未定、また、建設資金などの問題もあったが、選挙区市は2023年の、 鶴ヶ駅延伸までには開業させたいとの意向であった。2016年10月の千曲市長選挙においても、再び新駅構想が争点となった、新聞25。新駅誘致を推進する岡田市長と反対派候補の一騎打ちとなり、接戦となるも、新駅構想を掲げる岡田市長が再選された、新聞26。2017年2月には、安倍森和長野県知事が、 規制同盟会の顧問に就任。同年3月、規制同盟会は JR 東日本長野支社に新駅設置を求める要望書を提出した。これに対し同年10月、JR 東日本は新駅設置について技術的に難しいと回答。専門家もその回答を妥当と説明した。また新駅設置の課題であった線路の傾きについて、 解消には250億から350億円の費用をかかることが明らかになり、岡田市長は2017年12月5日の千曲市議会12月定例会において JR の回答などを踏まえ、新駅設置を進める合理的な理由を見つけることができないと新駅設置を断念することを明らかにした新聞27。長野県も誘致断念を了承。 これを受け規制同盟会は2018年2月、活動終了し3月末をもって解散することを決定した新聞28、対策協議会など他の団体も活動を終了した。石川県白山市、編集石川県白山市が金沢駅小松駅間に新駅、白山駅を誘致する運動を行っていた。当初、白山総合車両所に、 新幹線乗降場を設置する案が提起されていたが、その後、北陸本線加賀笠間駅周辺に新駅を設置する構想となっていた新聞29。北陸新幹線白山駅建設規制同盟会を地元自治体、経済団体で構成していたものの、2017年4月15日、白山駅設置を断念。同年5月に同盟会解散を決定した新聞30。 詳細は、加賀笠間駅北陸新幹線、白山駅設置構想を参照被害の発生。編集2019年10月上旬、東日本台風の接近に伴い、日本各地120箇所で半日あたりの雨量が観測史上最大を記録するなど、大量の降雨があった。北陸新幹線も、台風接近前の12日夕方までに、計画運休していた。 新聞31。気象庁は東日本を中心とする13都県に大雨特別警報を発表し、長野県に対しては12日午後3時半に発表した新聞32。降雨の影響で千曲川の水位は12日昼頃から上がり始め、13日午前0時に氾濫危険水位を超えた後同日午前3時から5時半の間に、 長野市ホヤス地区において堤防が決壊した、新聞32。千曲川から1キロほどの距離にある、長野新幹線車両センターが位置する、赤沼地区では、最大約4.3メートル浸水したと、推定されている、新聞33。長野駅、飯山駅間の本線の一部や、車両センターに併設されていた、信号関係の電源設備、臨時修繕庫、車輪検索庫、 確認者車庫、変電所、センター向かい側の新赤沼記念区分所などでも冠水した。同地区は13日午前0時45分に緊急の避難指示が出されており、車両センターにいた社員などの36人は建物の高い場所に避難した新聞34。長野市のハザードマップでは、付近の浸水を最大10メートル以上であると予想していた。 また国土交通省北陸地方整備局線、曲がり川河川事務所が2016年に想定される最大の豪雨の場合10メートル以上浸水する浸水想定区域と認定しており、新聞 35JR 東日本も建設を行った鉄道運輸機構もこれを把握していたものの多大な費用がかかるとして浸水対策は行っていなかった新聞36 日本鉄道建設公団は建設当時の1982年に県が1982年に作成した浸水被害実績図を参考にそれ以前の水害より90センチメートル高い位置にするため車両センターに2メートルの盛り土をしたとしており公団の後継団体となる鉄道運輸機構も建設当時は必要な設計をしたとの考えを示している新聞十五 これらの結果、車両センターに留置されていた車両である E7K8 編成と W7K2 編成。場所別では、屋外の留置線で7編成、屋内の仕業検査、交番検査庫で3編成の K10 編成が、座席の肘掛けの高さまで浸水した、報道11、新聞37、新聞38。また、このうちの2編成78軸に脱線が、 発生しており、報道11、うち1編成は10から15メートル移動していた。車両センターから車両を退避させる場所や基準を定めた、マニュアルなどがなかったことや、台風の震度から避難を計画するには至らないと判断していたこともあって、車両の退避は行われなかった。新聞38、当時、北陸新幹線では、全30編成を運用しており、 平常時は24編成を使用していたが、被害編成は全体のうち3分の1を占めていた。11月6日、JR 東日本と JR 西日本は全車両を廃車にし、一部の部品は転用するものの帳簿上の損失は最大で148億円になると発表した新聞39。また、JR 東日本は2020年春までに、 上越新幹線に導入予定だった新造 e 7系車両5編成を北陸新幹線に転用し、かつ上越北陸県用の1編成を北陸専用にして北陸用に26編成を用意すると発表した新聞 39JR 西日本も被害を受けた2編成の補充の方針を明らかにしている。運転再開及び通常ダイヤ復活に向けて 編集13日は長野駅と山駅間を運休し、14日は長野駅糸井川駅間を運休し、15日から24日までは長野駅上越明光駅間を運休した。10月25日に暫定ダイヤで運行再開された。東京駅金沢駅間では通常48本に対して46本。東京駅長野駅間では 通常34本に対して23本、金沢駅富山駅間では通常36本に対して35本と合計では通常118本に対して104本での運行となった。11月30日からのダイヤでは東京駅金沢駅間が通常通りの48本、金沢駅富山駅間では通常通り36本、東京駅長野駅間では 通常34本に対し30本に増え、さらに12月27日からは32本に増えると発表された。ただし、臨時列車を含めた年末年始の本数は前年比90%に止まると発表されている。2019年11月28日、2020年1月6日から2月29日にかけての臨時列車を含めた本数は、 前年比96%の2945本となる予定が発表された。2020年1月9日、同年3月14日から、定期ダイヤが全面復旧する予定であると発表された。被害を受けての浸水対策、編集2019年12月6日、JR 東日本が、長野新幹線車両センターの主要施設を2020年にも10メートル程度傘上げする。 計画であることが明らかになった。止め置き線路については、かさ上げが難しいために、浸水が予想される場合には、車両はよそに退避させる方針である。開業前、国鉄時代、編集開業前 JR 発足後、編集長野開業後、編集金、編集金沢開業後、編集今後の予定、編集首都圏長野、編集、長野東京間の運行本数の変化は、 高崎軽井沢間着工後の1990年は、鉄道19本、高速バス0本であったが、高崎長野開業後の1997年には、鉄道が24本に増加、高速バスも12本に増加し、開業10年後の2007年には、鉄道が27本に微増したものの、高速バスは32本と、さらに増加した。首都圏長野県間の鉄道利用実績は、 1990年度は、定期外998万人であったが、高崎長野間開業後の1997年度は、定期外1、089000人、定期5万人に増加し、2005年度は、定期外1、015000人、定期247万人と、定期利用者が増加している。首都圏富山、編集首都圏富山県間の、 公共交通機関分担率の変化は、いするぎ金沢間がスーパートッキュ方式で着工された1992年度は、鉄道57%、航空39%、バス4%、長野金沢間の全区間がフル規格となった2005年度は、鉄道47%、航空48%、バス4%、開業前年の2014年度では、 鉄道57%、航空34%、バス9%と鉄道が5割から6割、航空が3割から4割程度であった。しかし、長野・金沢間開業後の2015年度は、鉄道83%、航空13%、バス4%と鉄道が大幅に増加し、航空は大きく減少し、2018年度には、鉄道86%、 航空10%、バス4%とその傾向は継続している。東京と山間の運行本数の変化は、いすルギ金沢間がスーパート急キュ方式で着工された1992年は、鉄道16本、航空8本、高速バス3本であったが、2005年は、鉄道が17本、航空8本、高速バス6本、2014年は、鉄道18本、航空6本、 高速バス10本であった。長野金沢間開業後の2015年は、鉄道が24本と大きく増加し、航空は6本を維持、高速バスは9本であったが、2018年に、航空は4本に減少し、高速バスは8本になった。首都圏と山県間の鉄道利用実績は、1992年度は116万人、2005年度は103万人、 2014年度は133万人であったが、長野金沢館開業後の2015年度は284万人と約2倍に増加し、2017年度も281万人と高い水準を維持している。主県<権>、随志川、編集首都圏石川県間の公共交通機関分担率の変化は、いする金沢館が スーパー特急方式で着工された1992年度は、鉄道33%、航空60%、バス6%、長野・金沢間の全区間がフル規格となった2005年度は、鉄道29%、航空67%、バス4%、開業前年の2014年度では、鉄道38%、航空52%、 バス9%と航空が5割から7割で最も多く、鉄道は3割から4割であった。しかし、長野・金沢間開業後の2015年度は、鉄道72%、航空23%、バス5%と鉄道が大幅に増加した一方、航空は大きく減少したことで、シェアが逆転した。2018年度には、鉄道70%、航空25%、 バス6%とその傾向は継続している。東京・金沢間の運行本数の変化は、いすルギ金沢間がスーパー特急方式で着工された1992年は、鉄道16本、航空8本、高速バス9本であったが、2005年には、鉄道17本、航空は14本、高速バス12本、2014年は、鉄道18本、航空15本、 高速バス本であった。長野金沢間開業後の2015年は、鉄道が24本と大きく増加し、航空は15本を維持、高速バスは10本であったが、2018年に、航空は13本に減少し、高速バスは9本になった。首都圏石川県間の鉄道利用実績は、1992年度は83万人、2005年度は89万人、 2014年度は131万人であったが、長野金沢館開業後の2015年度は374万人と約3倍に増加し、2017年度も339万人と高い水準を維持している。長野と山、編集長野県と山県間の公共交通機関分担率の変化は、いする金沢館が スーパー特急方式で着工された1992年度から鉄道が100%であり、開業前年の2014年度では鉄道90%、バス10%とバス利用も見られたが、長野・金沢間開業後の2015年度は鉄道97%、バスは3%に減少し、2017年度以降は再び鉄道が100%になった。 縦山黒部アルペンルートを除く長野県富山県間の鉄道利用実績は、1992年度は10万人、2005年度は4万人、2014年度は5万人と、減少傾向であったが、長野金沢間開業後の2015年度は26万人と、約5倍に増加し、2017年度も19万人と、高い水準を保っている。長野、石川、 編集長野県石川館県の公共交通機関分担率の変化は、イスルギ金沢館がスーパート急キュ方式で着工された1992年度から鉄道が100%であり、2005年度では鉄道81%、バス19%とバス利用も見られたが、2008年度以降は再び鉄道が100%になった。長野県石川県間の鉄道利用実績は、 1992年度は8万人、2005年度は3万人、2014年度は8万人であったが、長野・金沢間開業後の2015年度は40万人と約8倍に増加し、2017年度も25万人と高い水準を保っている。富山、石川、編集2015年度のデータには、愛の風と山鉄道及び IR 石川鉄道の データが含まれていないため除外した。富山県石川県間の公共交通機関分担率の変化は、伊するぎ金沢間がスーパート急キュ方式で着工された1992年度は、鉄道97%、バス3%、長野金沢間の全区間がフル規格となった2005年度は、鉄道91%、バス9%、開業前年の2014年度では、 鉄道73%、バス27%とバスの割合が増加傾向にあった。長野金沢間開業後の2016年度は、鉄道77%、バス23%と大きな変化は見られない。富山金沢間の運行本数の変化は、鉄道約40本、高速バス約20本であり、開業前後で大きな変化は見られない。 富山県石川県間の鉄道利用実績は1992年度は334万人、2005年度は307万人、2014年度は268万人と減少傾向であったが、長野・金沢間開業後の2016年度は351万人と約1.2倍に増加した。区間ごとの平均通過人員は以下の通りである。定期利用者については、 長野金沢館開業前の2014年度は約4003人日であったが開業後の2015年は約5787人日と約1.4倍に増加し2017年度には6688人日と増加傾向である金沢鶴ヶ館は2012年に着工し2022年度末に開業予定であるしかし 2020年11月になって、国土交通省は工事の遅れから1年半程度の開業延期が必要と、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの会合で報告しており、工期短縮とコスト縮減について改めて検討されている。2020年7月10日には、金沢鶴ヶ間にある北陸新幹線で最長の新北陸トンネルが貫通した。 そして同年8月3日、同区間で最南端にある宮間トンネルが貫通し、同区間に新設される12本のトンネルすべてが貫通した。開業後の所要時間について、金沢鶴ヶ間の着工に向けた2012年4月時点での国土交通省の試算では、富山鶴ヶ間の所要時間は観光タイプで1時間16分30秒、速達タイプで1時間1分15秒、 東京鶴ヶ間の所要時間は観光タイプで4時間13分0秒、速達タイプで3時間21分45秒と想定されていた。なお、2018年3月時点での鉄道、運輸機構による時間短縮効果の試算では、東京福井間の所要時間は、開業前の3時間14分から約20分、短縮されて2時間53分、 大阪・金沢間では2時間31分から約25分、短縮されて2時間4分、富山・福井間では1時間12分から約25分、短縮されて44分となる。航空機との所要時間を比較すると、東京・福井間では、新幹線の方が早くなると試算されている。また、金沢・鶴ヶ間の整備により、北陸3県と関東の交流人口が2万8000人、 日から1.1倍の28,600人に、北陸と大阪の交流人口が13,900人、日から1.3倍の15,400人、日に、北陸地域内では、福井と富山の交流人口が2,800人、日から1.5倍の4,100人、日に増加すると予測されている。環境面では、航空機、バスから新幹線に旅客が転移することで、 福井県の運輸部門の二酸化炭素排出量の約18%に相当する4万5000トンの二酸化炭素の排出量削減が期待される。詳細は北陸新幹線鶴ヶ伊勢のルート選定を参照敦賀駅伊勢のルートについては様々な議論がなされたが2016年12月政府与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチームは敦賀駅から精進して 福井県小浜市を経由、そこから南下して、京都駅につなぐ、小浜、京都ルートを正式採用した。京都駅から新大阪駅間のルートについては、引き続き与党 PT で検討されていたが、2017年3月に、JR 片町線松井山手駅付近に、中間駅を設ける、南回り案を正式採用した。鉄道建設。 運輸施設整備支援機構は2017年度から駅やルートを決めるための調査を始め、2019年5月に計画段階環境配慮所の中で外略ルートを示した。設置予定駅は、鶴ヶ駅、小浜市付近、京都駅、京田辺市付近、新大阪駅であり、主要な線形条件として、最小曲線半径は4000メートル、最急勾配は15%パーミルとし、 ラムサール条約に基づく登録湿地である、三方五小や、周辺の国定公園、京都丹波高原国定公園のうち、第一種、第二種特別地域に指定されているアシセの森を回避することなどが考慮されている。今後の詳細なルート検討においては、京都市中心市街地、伏見酒造エリアを回避した区域を選定し、京都市市街地の文化財や地下水への影響を考慮すること、 京都丹波高原国定公園や今後をいこまき、泉国定公園の第三種特別地域等を通過する際の自然環境に配慮した広報の検討、全体の8割がトンネルを占めるため、都市部における大震度地下の利用や発生屈削度の受け入れなどの考慮事項が挙げられている。JR 東日本は2021年春より、東北新幹線内上野駅大宮駅間の うち埼玉県内の区間の最高速度を将来的に現行の時速 110km から最大時速 130km に引き上げる。2018年5月下旬からおおむね2年程度をかけ、吸音盤設置や防音兵器かさ上げといった騒音、振動対策の地上設備の工事が行われる。これにより、最大1分程度の時間短縮が見込まれる。報道30。 また2022年度末までに上越新幹線内の大宮駅新潟駅間の最高速度を現行の時速2 4 0トルから時速2 7 5トルに引き上げると発表されている。2019年5月中旬からおおむね4年程度をかけ、吸音板設置や防音壁かさ上げといった騒音、振動対策の地上設備の測量及び工事を行うとともに、 上越新、これにより、大宮駅高崎駅間で上越新幹線を走行する北陸新幹線においても最大2分程度の時間短縮を見込んでいる。報道31。2015年3月14日時点で新幹線が開業及び事業化された区間の並行在来線については以下のような措置がそれぞれ取られている。なお、飯山線の豊野駅飯山駅間も 北陸新幹線と並行するが、この区間は、ルート上の制約でたまたま、飯山駅を経由することになったため、本来の並行在来線の意義から外れるとして、同区間の経営分離は行われていない。新越本線は、高崎駅、直越駅間が、並行在来線とされた。このうち高崎駅横川駅間と篠ノ井駅。 長野駅間は新幹線開業後も新越本線として JR 東日本が運行している。横川駅軽井沢駅間は鉄道路線としては廃止され JR バス関東によるバス路線薄い線として運行されている。これら以外の区間については県域ごとに長野県内の区間は品野鉄道が軽井沢駅しのの駅間を品野鉄道線長野駅両高高原駅を 北品の線として運行している。国交省4。新潟県内の妙高高原駅、直越駅間は、越後と姫木鉄道が妙高輪ね馬、ラインとして運行している。北陸本線の直越駅金沢駅間は、現役ごとに設立された第三セクター鉄道会社に、経営移管された。新潟県内の区間は、越後と姫木鉄道が、直越駅一ぶ駅間を、 日本海水,水ラインとして運行している。富山県内の区間は、愛の風富山鉄道が、一ブリ駅栗から駅間を愛の風富山鉄道線として運行している。石川県内の区間は、IR 石川鉄道が栗から駅金沢駅間を、IR 石川鉄道線として運行している。この区間は、北陸新幹線金沢駅鶴ヶ駅間の開業時に JR 西日本から、 経営分離される予定である。2017年時点で、石川、福井の県境駅の扱いについては、石川県側は2017年3月30日の、第1回、石川並行在来線金沢、伊勢延伸対策検討会においては、大正寺駅を境界とする検討がなされている。石川県内の区間は、IR 石川鉄道が経営を引き継ぐ計画である。 福井県内の区間は、福井県並行在来線対策協議会において、経営を引き継ぐ、第三セクター鉄道事業者の開業予定を、当初の2025年から2022年と、見直している。なお、金沢駅鶴ヶ駅間の着工に向けた試算では、金沢駅鶴ヶ駅間では、特急、サンダーバードなどの在来線優等列車の運転は、行わないと想定している。 そのため、特に、鯖江市において、鶴が開業以降も大阪、名古屋方面への特急の直通運転継続の要望が高く、特急サンダーバード、特急シラサギの存続を実現する会が活動している。フリーゲージトレインの開発が難航していることから、鶴が開業時からの導入は困難であり、鯖江市が特急を福井駅まで乗り入れるよう求める意見書。 2017年3月に福井県議会に提出し、その時点では明確な回答はなかったが、新聞41、2017年4月22日に、サバエ市での国土交通省、福井県の担当者との意見交換会が実施された。国土交通省の担当者は、JR から経営分離するスキームは変わらないとした上で、JR 西日本と並行在来線会社が、 相互直通運転をするためには何らかの協定を結ぶことが最低限必要と説明し、福井県の担当者は協定締結に向けた話し合いについて JR が行っている並行在来線会社の支援策の一つとして在来線特急の運行も入れてもらえるように話をしていきたいと述べた新聞4 2二千十八年一月のサバイの姿勢アンケートでも特急 サンダーバード、シラサギの存続を望む声が74.6%あり、街づくりに関する設問でも最多だった、サバ駅を中心とした、交通利便性の高い街づくりという意識からも、特急、サンダーバード、シラサギの存続の意識が高いことが伺える。それを受け、特急サンダーバード、特急シラサギの存続を実現する会、事務局担当は、 特急存続を願う市民の声を再認識した。実現する会議一体となって、県全体、またはそれ以上の活動に広げ、鶴が開業後の市民の利便性確保に努めたいと述べている新聞43。2018年9月27日には、フリーゲージトレイン導入断念に伴い、サバエ市長は、福井県知事に対して、特急、 サンダーバード存続に絞って要望を行った新聞442019年3月4日の福井県議会では特急白詐が福井駅までの運行では利用が見込めず車両や乗務員の確保の問題もあって JR 西日本は消極的だとしている新聞45一方二0 1 7年5月14日自由民主党の 整備新幹線建設推進プロジェクトチームの検討委員会での会合では、経営分離後の区間で日本貨物鉄道に委託して貨物列車に旅客車両を連結して運行する案や、福井県の第三セクター鉄道事業者が特急を運行する案が議論され検討が進んでいる新聞46。2019年5月16日には福井県内区間の 第3セクター鉄道事業者への出資金20億円のうち福井県が14億円、県内全市長が4億円、民間が2億円を負担することと福井県内区間の第3セクター鉄道事業者の準備会社を予定より約1年早く2019年8月に設立することが決定し新聞48決定通り同年8月13日に設立された。 新聞49。北陸新幹線鶴外線のルート選定。並行在来線の扱いを参照通過する自治体。編集。東京大宮間は、東北新幹線の通過する自治体不死を。大宮高崎間は、上越新幹線の通過する自治体不死を。参照利用状況。編集国土交通省。編集鉄道。運輸機構。編集。 ありがとうございます。